コーヒーメーカー。はい。だって、いや、分かってないっすよ。だって、冷たいのも飲みますよ。なるほど。はい。氷入れなきゃダメなんじゃないの？氷入れなきゃダメですけど、うん、入れりゃいいじゃないですか。はい。はい。その通りです。え、吉尾さんはなんでいらないの？お湯？ティファールがあればいいってことですか？そうそうそう。いや、それはほら、個人差、そのコーヒーによって個人差が俺はあると思ってる。濃さ、良さ、はいはいはい。そうすると、コーヒーメーカーは1個しか作らない。いつから豆いってさ、これさ、いや、俺二十何年の付き合いけどさ、あなたとその話聞いたことねえぞ、俺。一般的な話です。私はもちろん。どんなコーヒーメーカーを買うのかによります。もちろん。もちろん。はい。カセットプチュンっていうやつでしょ。そう、そしたらバリエーションもあります。バリエーションもある。あともう一つ問題は、やはり。清潔にできるのかっていう。本当はあくまでもみんなが使えるからみんなが綺麗にする必要があるけど、コーヒーメーカーだとみんな使いっぱなしになってしまった場合に誰がどこで誰がそうですね。なるほど。それはもう社長ですよ。服だよ、新しい事務所来たよ、これ。まあティッシュそこにあるよ、会議室。もう。ひでえ会社。答えが出ましたけど。答えが今出ましたけども、以上でよろしいでしょうか、今回の議題は。両方か。両方か、今、ことは収まるのかな。まあ、いや、私の場合は、考えてるのは、あくまでも一般的な商品、全般的に使えるのはどっちかっていうだけの話。うん、もちろん俺もコーヒー飲みたい話。うん、コーヒーメーカーの方が美味しいのはもちろん俺も分かってるけど、じゃあお茶しか飲めない人とか、でもあれですよね、コーヒーメーカーを買うからティファールを買わないという選択肢は私の中にないですよ。どうしても買うべきだ。いや、ボルスバーでマシャいいよ、喧騒で行くから、ほっとき。うちもだってティファールは必要ですよ、お湯飲みたいですから。お湯飲むの、はい、左右そういう時もある。なんか変な人がいっぱいいんだもん、お店。この店変な人しかいねえよ。あ、俺が変な人だからしょうがないのか。じゃあ書きますか。はかりとティファールとコーヒーメーカー。うん。あとはもう切ろう。